こんにちは。今回はシューズコレクションの紹介をしようと思います。2024年の現時点で僕が持っている靴のうち、今年履こうと思っているスニーカーや革靴、あとサンダルなど10足を紹介しようと思います。興味がある方はぜひ見てみてください。まずはスニーカーから紹介します。で、1つ目に紹介するのはこちらのアディダスのスタン・スミスですね。で、まあスタン・スミスはもう定番のスニーカーだと思うんですけれども、これはスタン・スミスの中でもラックスっていうモデルです。で、まあ多分ラグジュアリーの略だと思うんですけれども、これスタン・スミスのプレミアムなラインです。で、個人的にはスタン・スミスといえばグリーンとホワイトのイメージが強いんですけれども、このスタン・スミスはオールホワイトで清潔感と高級感があります。で、これ素材が一部スウェード系のレザーになっているので、素材感的にもラグジュアリーな雰囲気があります。まあ、本当にシンプルで細いスニーカーなので、これを履けば全体がいい感じにまとまりますし上品です。で、それでいて少しストリートっぽい感じもあるので、まあ、綺麗すぎないのも使いやすいポイントかなって思います。真っ白のスニーカーは今までいろいろと履いてきたんですけれども、このスタン・スミス・ラックスは白スニーカーの中でも個人的にダントツに気に入っているスニーカーですね。で、2つ目に紹介するのはこちらのコンバースオールスターのハイカットですね。で、僕はクラシックなスニーカーが好きなので、このコンバースのホワイトのスニーカーもよく履きます。で、これキャンパス素材でできていて、で、このソール部分、ここはトリコロールカラーでアクセントになっています。まあ、細身のパンツに合わせる人が多いのかなって思うんですけれども、個人的には太めのパンツにも合うかなって思います。で、このホワイトのカラーはシンプルなファッションを邪魔しないですし、どんなファッションにも基本的には合うかなって思います。で、この内側のコンバースのロゴがアイコニックで、歩く姿を横から見るとロゴが見え隠れするのがファッションのポイントになりますね。で、このスニーカーは素材が布なので履きづらいんですけれども、履いてしまえば足にフィットして歩きやすいですし、結構快適かなって思います。まあ、これリーズナブルなスニーカーなので、気軽にデイリーユースとして使うのに最適なのがいいなって思いますし、これ色違いで揃えてもおしゃれだなって思います。で、3つ目に紹介するのはこちらの11 by Boris のバンバ2っていうスニーカーです。で、これ色はホワイトですね。まあ、これホワイトなんですけれども、あえてユーズド感を出したデザインのスニーカーなので、ちょっとグレーっぽい色に見えます。で、このハイカットのスニーカーで、これ内側にシューレースと、あとここにジップアップがついていて、まあ、こんな感じで足を固定することができます。で、まあ、ジップを開けた状態で履いてもいいですし、ジップをもちろん閉めて履いてもいいです。で、まあ、個人的にはジップを閉めてタイトに履くのが好きですね。このスニーカーはホールド感とクッション性が本当に良くて、歩いていて全く疲れることがないのが気に入っているポイントですね。もう本当に一日中歩いても全く疲れ知らずです。で、太めのパンツとの相性が良くて、足がタイトに締まって見えるのでかっこいいですね。で、難点としてはちょっと履く季節が限られるかなって思うことですね。夏にこのスニーカーを履くと結構暑いですし、冬に履くと逆に寒いので出番が少ないです。まあ、でも春や秋の気温であれば快適に履くことができると思うので、まあ、これからもタイミングを見計らって履いていきたいなって思います。で、4つ目に紹介するのはこちらのスパルウォートのマラソントレイルっていうスニーカーです。で、これはローカットのシンプルなスニーカーなので、いろんなファッションにカジュアルに合わせやすいですし、まあ、綺麗でスタイリッシュなデザインかなって思います。で、明るい色で無駄のないデザインなので、血の感に合わせてもいいですし、まあ、僕はデニムの時に履くことが多いですかね。このスニーカーも本当に歩きやすくて、足の疲れをそんなに感じないスニーカーです。で、地面を掴むような感覚もあって、まあ、マラソントレイルっていう名前の通り本当にランニングできるぐらい履き心地がいいですね。で、あとこれ通気性がいいので蒸れにくいですし、まあ、何より軽いですね。本当に一日中ずっと履いていられるほどにもうカンファタブルなスニーカーなので、一日中歩き回る日なんかには最適なスニーカーじゃないかなって思います。で、このスパルボートはスウェーデンで立ち上がったブランドで、ス
スロバキアの閉鎖されてしまった靴工場を再稼働させて、で昔ながらの製造工程で靴作りをしているみたいです。で本当に履き心地がいいだけではなくて、細部までクオリティが高くて素材にも高級感があるのがファッション的にも気に入っているポイントですね。で5つ目に紹介するのはこちらのサロモンのスピードクロス5です。でこのスニーカーは個人的に普段使いに最適すぎるなって思っているスニーカーなので、一番信用頻度が高いですし、履き潰してリピート購入をするぐらい気に入っています。でこれカラーリングはいろいろあるんですけれども、まあ、僕はこのオールブラックのものを持っています。まあ、オールブラックは一番使いやすくて本当に何も考えずに履くことができるので、まあ、重宝してますね。でこのスニーカーはクッション性が本当に良くて、もう何時間歩いていても足が全然疲れないので、まあ、旅行などで歩き回るような時には必ず履いていくようにしていますかね。でこれシューレースは結ぶタイプではなくて締め上げるタイプなので、まあ、ワンタッチで簡単に着脱することもできます。まあ、本当に使い勝手がいいスニーカーなので一足あると便利だと思いますし、持っておいて損はないスニーカーかなって思いますね。で革靴も紹介しようと思います。6つ目に紹介するのはこちらのグイディのダービーシューズですね。もうこの靴は個人的にめっちゃ好きで、もう本当によく履いてますね。でこれオイルがたっぷり含まれているホースレザーなので、ツヤ感が本当に上品でクラシックな雰囲気がすごいです。でこれ履き込むほどに自分の足に馴染んでくるので、もう履くのがどんどん楽しくなってくるんですよね。フォーマルなファッションにはもちろん合いますし、カジュアルなファッションでも足元を引き締めてくれるので、まあ、この靴を履くだけでどんなファッションでも品が出ると思います。でかといって綺麗すぎなくて、もうアルチザン的な雰囲気がちょっとあるんですけれども、確かにこれディティールを見ると随所に職人技的な技術力の高さが見られて、芸術的な完成度の高さの靴なので、まあそれが長く愛着を持って使うことができる理由かなって思います。まあ、本当にこの靴これからも修理しながら長く履きたい靴だなって思います。で7つ目に紹介するのはブーツで、こちらのメゾンマルジュラのタビですね。で僕が持っているのはこの 3cm のヒールのブラックのものです。で実はこのブーツ僕去年購入して、でソールだけこのビブラムのハーフソールを貼ったんですけれども、まだ1回も外で履いてないんですよね。まあ、ちょっとなかなか履くタイミングがなかったので、今年は積極的に履いていきたいと思います。で僕が去年タビを買った理由は、去年のモデルがこれ革がキャメルレザーだったからなんですよね。まあ、大体タビって素材がカーフレザーだと思うんですけれども、カーフレザーの光沢感や素材感が個人的にあんまり好みではなくてちょっと見送っていました。まあ、でもこのキャメルレザーは素材感もちょっとザラッとしていて、決まりすぎていない感じがかっこいいなって思いますし、このラクダの革ってカーフに比べてめちゃくちゃ丈夫で傷もつきにくいので、履くときにそんなに神経質にならなくていいのがいいなって思ってます。であとタビはこのヒールが6センチとあと3センチとフラットなものがメインのラインナップとしてあると思うんですけれども、この3センチメートルのヒールはすごくバランスが良くて使いやすいんじゃないかなって思うので、まあ、それもこれを選んだ理由ですね。でまあこの黒のタビって一時期履いている人がかなり多かったイメージなんですけれども、まあ、最近はそんなに見ない気がするので、あえて今履くのもいいんじゃないかなって思ってるので、まあ、今年は履きたいと思います。でまあ僕がよく履く太めのパンツにも合うんじゃないかなって思います。で8つ目に紹介するのはこちらのドクターマーチンの8ホールブーツです。でこれはブラウンのスウェード素材のブーツですね。でこのブーツは僕10年以上前に買って、当時は結構履き込んでいたんですけれども、最近はもう本当に全然履いていなかったんですよね。まあ、でも久しぶりに見たら結構いいなって思ったので、今年は履きたいなって思います。で結構履き込んだので、これ革も柔らかくなっていて履き心地がいいですし、ドクターマーチンでブラウンのカラーってあんまり見ないので、まあ、今となっては珍しいブーツだなって思います。でこれシューレースは深めの緑色で、ブラウンとの相性もいいです。まあドクターマーチンはカジュアルな印象が強いんですけれども、まあ、これスエードっていうこともあって上品な雰囲気もどことなくあるので、いろんなファッションに合わせやすい気がします。
で9つ目に紹介するのはこちらのビルケンシュトックのボストンです。まあ、これはサンダルですね。で最初はこれオフィスで仕事中に履いていたんですけれども、それだけだともったいないなって思って、最近は休日に外にちょっと出かける際に履いています。でこのサンダルは最初は結構革が硬かったんですけれども、履き込んでいるうちに革がかなりしなやかになってきて、もう今ではとにかく履き心地がいいサンダルになっています。でこのオイルドレザーがとってもいい雰囲気を出していて、このブラックのカラーリングも深みがある感じで、マットな感じが高級感を感じられます。でこれつま先部分が覆われているサンダルなので、夏以外の季節でも履くことができますし、雨が降ってきてもつま先が濡れずに済むのも便利なポイントです。まあこれいい意味で力の抜けたスタイルのサンダルなので、ファッション的にも抜け感のある感じにしてくれます。まあこれ一足持っておくと重宝しますし、少し外出するような靴を履くまでもない場面にはとても便利なサンダルだと思います。で最後に紹介するのはこちらのチャコの Z1 っていうサンダルです。でこれは個人的に本当に好きなサンダルで、夏はほぼ毎日履いてますね。まあ、めちゃくちゃ楽でクッション性が高いビブラムソールなので、本当に歩きやすくて長時間歩いても全く疲れないのが気に入っているポイントです。結構これ厚底なので歩く時の衝撃を吸収してくれるんですよね。でこのベルトがこれ1本のベルトでできていて、ワンタッチで着脱できるのもシンプルかつ機能的でいいと思います。でこのサンダルは昔海外旅行先で会って仲良くなった人が履いていて、めちゃくちゃいいなって思ったことがきっかけで自分も買ったんですよね。で買ってから数年間履いているので、このソールも割とすり減ってしまっているので、まああとワンシーズンぐらい履いたらちょっと修理に出そうかなって思ってます。まあ、チャコのサンダルはアフターサポートが充実していて、ソールやベルトの修理をしながら長く使い込むことができるので、サステナビリティ的な観点でも使い続けたいサンダルだなって思います。そんな感じで今回はシューズコレクションについて紹介しました。個人的に靴はファッションアイテムの中でもかなり好きなアイテムなので、まあ、ついつい集めすぎてしまうんですけれども、まあ、今のラインナップは結構気に入っているので、これからしばらくは今持っている靴でファッションを楽しみたいと思います。で、まあ、個人的にはクラシックなスタイルの靴を履くのが好きなので、まあ、今回はタイムレスに履くことができるものを紹介したんですけれども、まあ、興味があったものがあればチェックしてみてください。ではまた。